皆さんこんにちは、イフ奥村とイフトマツです。本日なんですけども、大人気こちらの即納車両、そうですね、ご紹介をしようと思います。イフの即納車両ってたびたびご紹介させていただいてるんですけど、そうですね、 YouTube の配信日にはもうなくなってるっていうジンクスがあるぐらい人気な車両たちになるんですけど、そうですね、もうすでにね SNS では出させていただいてる形にはなるんですけども、はい、なるほど。まあ、今回コミューターベースのディーゼルで内装の仕様は WR10、キャプテンシートレボ2脚の10人乗りの最上級の大人気の仕様となってますので、ご紹介させていただきたいと思います。セーラー VTR スタート。まずお車の紹介なんですけれども、スーパーロングのハイルーフ、はい、ベースはコミューター GL のディーゼル2駆のお車になります、はい、まあ、まだ現在ねトヨタさんの新車受注止まってる状態なんですけれども、ね、なんとこんなお車が入庫するとは。そうですよね、そうなんですよ、私もびっくりしてます。思ってなかったんですけれども、うん、年式は、令和5年、走行距離6000キロ、おお、はい、購入していただいて、はい、ほぼ乗っておりません。そうですよね、6000キロって言ったら本当にまだ少しですよね。そうです、はい、なので正直車もほぼほぼ新車に近い状態ですし、です、ね、いやめちゃくちゃ綺麗なん で、 そうです、ね、新車かなってずっと思ってました。でついてるパーツもいろいろね、ついてる状態 で、 で、まあ、内装ももちろんそうなんですけれども、ご紹介していきます。はい、はい、でまずフロント周りなんですけれども、はい、上から順にいきます。まずグランドボンネットパネル、はい、こちらですね、はいですね、グランドのフェンダーサイドパネルの方を両サイド取り付けさせていただいてまして、で次にディグニティシーケンシャルタイプ2眼ヘッドライト、ね、LED ヘッドライトですね、はい、まあ、もうこちらもね定番になってきましたね。かっこいいです。でゴールデンアイズの方もまだ限定販売なんですけど残っておりますので、はい、部品のご注文もどんどんいただければなと思います。はい、このエアロに関してはグランドフロントプロテクターのワイド用、はい、まあいつも通りデモカーの塗り分けで同色ガンメタ で、ね、うん、でラプター塗装に艶消しの黒っていう形で塗り分けの方させていただいてるんですけれども、はい、まあ、あとね今回即納車なんで車の、まあ、メーカーオプションも踏まえてご紹介していこうと思うんですけれども、まずパナラミックビューモニター、はい、360度の、全方位のカメラですね、はい、こちらの方オプションで付けさせていただいてまして、ディーラーオプション、純正のフォグランプですね、はい、はい、こちらの方も付けさせていただいております。であとコミューターはもともとシルバーのグリルにはなるんですけれども、はい、まあ、今回は、ラプター塗装で仕上げさせていただいた形になります、はい、まあ、この辺もね全然綺麗ですよね。そうですよね、はい、すごい印象がガラッと変わって、そうですね、かっこいい印象になりました。そうですね、はい、インテリジェントクリアランスソナー、こちらの方もついている形になります、はい、サイド周りになるんですけれども、今回はローダウンなしの状態で。あ、そうなんですね、ローダウンなしです、うん、まずミラーパノラミックついてるんで下にカメラがついてるのと、はい、ここがねコミューター艶消しの黒の素地タイプのミラーにはなるんですけど、はい、メッキのミラーの方に交換させていただいてます。ダイナスティのバージョン2の、デコライン、はい、デコライン、これでね横のイメージがちょっとまたガラッと変わるかなと。やっぱり面が大きいので、うん、こういうラインが入ると引き締まるっていう感じもあるんで、はい、まあ、今回このデコライン施工させていただいてたと、グランド 25mmの出幅 20mm ダウンのオーバーフェンダー、オーバーフェンダーですね。まあもうこちらも結構ね人気な商品で、今回はグリルとかがラプターで来てるので、オーバーフェンダーも今回ラプター塗装、はい、どっちかというとちょっと揚げっぽい感じで作ってる感じになります、うん、はい、はい、で次アルミホイルなんですけど、ダイナスティホライゾン2ピースですね。2ピース17インチでディスクのカラーはハイパーブラック、タイヤに関しては今回グリップマックスさんの RT ですね、ちょっと少しブロックタイヤになってる揚げっぽく仕上げさせていただいている形で統一感持って、はい、2ピースの高級なちょっとホイールをチョイスさせていただいたっていう形になります、はい、じゃあリア周りいきますね。後ろ周りなんですけど、まずダイナスティエグジストのリアウィング、はい、ハイマウントがね、はい、長いタイプになってまして、次にコブラさんのテールレンズ、はい、プレステージのレッドですね、はい、であとソレックスのヒッチメンバーがついてる感じで、はい、もう本場のねアウトドアでも使える、はい、ボート引っ張ったりとか荷物乗せるカーゴをつけたりとかもできるので、はい、まあ便利がいいかなと思います、はい、外装はね一通りこういう感じになるので、うん、じゃあ次中行きたいと思います、はい、これ中もびっくりですよね。そうですね、はい、じゃあそれでは内装の方行きたいと思います。
はい、はい、ということで奥村さんさっき乗っていただいてたんですけれども、めっちゃ綺麗しめっちゃ広いです。そうですよね、うん、キャプテンシート200レボシート、はい、の7人乗りからと見せかけて、はい、さらに後ろに、うん、後ろにもあるし、もう一脚レボシートがヘッドレストもついてます。そうなんですよ、オプションでヘッドレストを2つずつ追加させていただいてる形になります、はい。フロアフローリングもされてるんですけど、はいはい、めっちゃ綺麗です。状態がすごい綺麗で全く汚れとかもなく、ほぼ新品じゃないんかなって思うぐらい綺麗です、はい。まあ、走行距離6000キロなんでね。そうですね、はい、すごいです。これもこちら、はい、いっぱい下げたとしても全然余裕に乗っていただけますし、うん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 、キャプテンシートなどでもちろんオットマンついてるのとね、はい、もちろんリクライニングもしますし、うんうんうん、はい。キャプテンシートを今スライド一番後ろの状態じゃないですか、はい、それでも全然足元ゆったりしてるんですよ。そうですね、はい、まあ、今後ろがちょっと狭いぐらいなんですけど、うんうんうん、こういう形でねスライドするので広々とね、はい、使えますよね。レール自体はこの2列目のところに4つとこのロングスライドレールが2本ですね。そうです、キャプテンシートに関してはこの長さのスライドレールになるんですけど、はい、レボシートはもちろん今まで通りロングスライドレールになるので、そうですね、もちろん荷室の確保も十分できますし、はい、人が乗るっていう状態でも10人すごくゆったり乗っていただけて、ね、コミューターベースなので、うん、エアコンの吹き出し口も、ね、はい、こっちにもね、いっぱいありますしね、はい、うん、すごく、まあ、車中泊でもそうですし、はい、人を乗せてどこか遠出するとかっていうのでも、うん、結構楽に行けるかなと思います。やっぱり天井がすごい高いんで、奥村さん立てますもんね。そう、立てるんで私いつも。そうですよね、だから本当に広々使えるし、リア部分に8人乗ったとしても、はい、全然圧迫感ないと思います。そうですね、はい、で、あとコミューター GL のねいいところ、まあ、もちろんパワースライドドアついてるんで、はい、小窓はこちら側ないんですけど、まあ、ワゴン GL 同様そちらに、はい、でコミューターは後ろの方にもさらについてるっていう形 で、 いいですよね。すごくその分も使い勝手がいいんじゃないかなっていう風に思います、はい。まあ、WB8 とかのね対面ラウンジっていうのもいいとは思うんですけれども、そうです、ね、レボシートが2脚乗ってるっていうことでベッドのね長さっていうのも通常の VR8 SW8 とほぼ一緒のベッドの長さっていうのを取れるんですごく便利かなと思います、はい。じゃあ展開いきますね。まずねヘッドレスト、まあ、こちらね本当オプションなんで必要であれば言っていただければ追加できますので、でこの状態で背もたれを倒してもらって座面も倒してもらう感じですね。まずこの形でソファーベッド状態ですね。こういう感じで、まあ、僕がこう座っても広々すごくいける状態なんですけれども、まあ、あとはねこの状態にしても実はキャプテンシート下げてもらっても十分座ってもらえるっていう形ですね。で、まあ、オットマンも出てきますし、お二人乗っても広々してますね。あ、そうですね。で後ろソファーベッド展開の状態ですし、はい、お全然広いですよね。余裕でここもウォークスルーできてるんで。そうっすよ ね、 で後ろのアクセスはすごくしやすいですよね、うん、確かに。フルベッド状態にするときはさすがにねこのシートがこのままある状態は難しいので、はい、シートをね前にしていただいてこれを下げていただくと、このシートを前にスライドで背もたれを倒す、この状態ですね、はい、これでフルベッドの状態になります。おー、もう車中泊する時でも余裕ですね。めっちゃ広い。で一応ね今は1400のシートが入ってるんですけれども、はい、実はもうワンランク上に上げることができます。1500ですか。そうですね、まあ、このお車はもう1400でお作りさせていただいてるんですけれども、はいはい、1からオーダーの場合は、うん、さらに幅広1500のシートを入れてもらうとまだ5センチ5センチ横幅が広くなるので、はい、ここでちょっとまだやっぱ隙間があるんですけれども、そういうところもある程度カバーしていけるかなって思います、はい。じゃあ次ちょっと荷室の方行きたいと思うんですけれども、次の展開やっていきたいと思います。はい、次はやっぱり荷物どれだけじゃあ乗せれるのっていうところになってくると思うので、はい、そちらをやっていきたいと思います。まあ2名乗車の状態でフルに荷物を乗せるパターンで言えばどういう展開ができるのか、やっぱりね T レボなんでバタフライですね、はい、この状態になると。次3列目こちらも上げていただいて、こちらもこう上げていただく、こういう形で結構コンパクトですね。そうですね、うん、でこの状態で後ろの状態を見ていただくと、はい、めっちゃ広いです、はい、そうですね、はい、後ろの状態がこういう状態なので、うん、っていうことは、うん、スーパーロングで
長くなってる分はあのちっちゃい小窓ですよね、はい、それよりも前にシートが全部いってるってことは通常のワイド版のスペースと同じ以上のそういうことですよね、スペースがあるので、うん、それだけの荷物を積んでいただけると、もうキャンプ行くにしてもね、引っ越しするにしても、うん、こういう形でトランポとしてバイク乗せるお客様もおられますし、うん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 、で現状これ10人ですけど、はい、例えば仕様によってはキャプテンシート2脚でレボシート1脚、うん、っていう形でもお作りすることはできるんで、シートアレンジはいろいろご相談いただければなとは思います、はい、あと前回りですね、はい、で今回はまずコンビハンドルでインテリアパネルシフトノブをマホガニーで設定させていただいてまして、はいはい、ナビの方アルパイン11インチフローティングナビ、はい、ビッグ X いいですよね、大きくてフリップダウンの方も 12.8 インチ、もちろんアルパインで統一させていただいてます。あとこのお車純正のデジタルインナーミラーレスなんですけれども、はい、今回はアルパインさんの12インチ横幅広いタイプですね、はい、の前後駐車監視のドラレコ付きのデジタルインナーミラーを装着させていただいてます。めっちゃ見やすそうです。そうですね、うん、あとはセンターコンソールですね、イフセンターコンソールなんですけれども、はい、セパレートタイプのソフトダンパー付きですね、はい、もうこれも不動の人気のそうですね、もう今ここもそうですね、テーブルは噛まない、配線が挟まらない、はい、挟まらない、カップホルダーもいっぱい、前に4つ、はい、後ろに4つで、前には小物入れまでついてると、はい、ここもなんかね、はい、置けそうですもんね。そうです ね、 ね、はい、ティッシュとか HDMI とかね、そういうのも USB の充電ポートっていうのも追加でお付けさせていただくことが可能となっておりますので、うん、で今回シートカバーに関してはステルスさんのフロントシートカバー、はい、キャプテンシートで、はい、後ろのね実はレボシートも、うんうん、こういうねグレーのステッチが入った形で統一してる感じでお作りさせていただいたお車になりますので、今回バケットじゃないんですけれども、はい、こういうパンチングが入ったちょっとシンプルなデザインのシートカバーを付けさせていただいております。はい、いかがでしょうか。新車同様のコミューターのはい、カスタムされた車両のご紹介でした。トマさん、こちらの金額など詳細教えていただいていいですか。令和5年式コミューター GL のディーゼル2駆のお車、はい、で外装パーツで内装施工 WR10 という形の仕様のお車になるんですけれども、フルカスタムですよね。もう外装も内装もすっごいこだわってて、ね、はい、もうなんかこれ以上つけるとこないんじゃないかなってぐらいカスタムされてる車両ですね。そうですね、うん、で今回車両本体価格になるんですけれども、はい、759万円となっております。シートもレボシート2脚と、はい、キャプテンシートも2脚搭載されてて、はいはい、アルパインのナビだったりとか、そうですね、ね、あとは外 の、 あのエアロとかも、そうですね、エアロパーツもそうですし、はい、2ピースのホライゾンのアルミホイル、うん、やっぱり1本10万円超えてくるようなアルミホイルがついてるんで、って、ね、はい、考えると新車購入価格で考えると、はい、正直1年落ちで6000キロ、間違いなくお安くご購入いただけるんじゃないかなと思います。もしコミューターでカスタム車両を探されている方がいらっしゃったら、もうぜひお早めに、はい、そうですね、はい、今ね新車ご注文いただいても1年以上お待ちいただく形にはなっておりますので、うん、こういうね即納車、はい、気に入っていただければご購入いただけたらなと思います。たくさんのお問い合わせお待ちしております。セーラー本日もありがとうございました。ありがとうございました。